北海道の防災教育ルーム防災。こんにちは。今日はダンボールベッドを見ていきたいと思います。よろしくお願いします。ダンボールベッドにはいろいろな種類がございますが、今日はこちらの胆振東部地震で使われたタイプを見ていきたいと思います。箱を開けると説明書が入っております。こちらです。こちらが箱の中身一式となっております。それではまず小箱を組み立てます。こちらに小箱を4個ずつ入れていきます。こちらに6箱完成しました。それではこちらの天板を敷いていきたいと思います。天板を2枚敷きました。続けてマジヒレをつけたいと思います。完成です。かなりしっかりしてます。ちょっと硬いですが、寝てみました。あったかいです。特徴は大きく3点ございます。1点目はガムテープが不要なことです。簡単に組み立てられますし、戻すことも可能です。例えば訓練などに使っていただいて、そのまま戻すこともできます。災害時などに長期間使った場合につきましては、段ボールとしてリサイクルができますので、環境にも優しいものとなっております。2点目につきましては高さがあることです。高さが約35センチとなっておりますので、ご高齢の方でも座って寝るという動作が非常に取りやすくなっております。また北海道は冬になりますと下に冷気が溜まりますので、その冷気を防ぐ、まさに北海道は寒冷地仕様と言えます。また床での生活を避けることにより、ホコリや飛沫を吸い込むことが減り、衛生環境を良好に保つことができます。3点目です。3点目は筋交を使っていないので、中を収納として使うことができます。個人のものを失うことができますので、避難スペースを有効に使うことができます。今日は段ボールベッドの組み立てでした。どうもありがとうございました。